これは今日開かれた岐阜市議会の質疑一般質問で、自民岐阜の石川総一郎議員の質問に対して福祉部の長谷俊樹部長が答えたものです。現在ユニバーサルシートなどの設備についてはご案内しておりませんので、今後トイレの設備に関する情報も充実していきたいと考えております。長谷部長はこのように述べた上で、私有施設のみならず民間施設にも広げていくため、障害者団体などと情報を共有して社会周知を図る考えを示しました。市が発行している障害者の生活を支える制度などを紹介する冊子には、車椅子と人工肛門、人工膀胱の利用者であるオストメイトに対応している市内のトイレが掲載されていますが、観光庁などの設置箇所にとどまっています。身体障害のある方